まずはカツオたっぷりの長芋をいただきます。はい、どうもポンポンです。今日は大阪の東三国にやってきました。ゴーゴーゴー。到着しました。寄り道さんです。寄り道していきたいと思います。お店の雰囲気紹介します。天井にはこのように一番絞りの提灯がずらっと。まずは飲み物メニューです。その他のメニューです。寄り道さんで一番人気なのがこちらの土手焼きとなってます。300円です。注文した料理とお酒が届きました。はい、めっちゃ美味しそう。じゃじゃじゃんと、まずはチューハイのすだち300円。今日のおすすめにあった、もう色がめちゃめちゃ美しいです。生マグロ5切れで380円です。めっちゃ安い。本当に美しいですね。見とれちゃう。長芋の鉄板焼き250円です。見てください、かつお節が生きてます。順番にいただいていきたいと思います。今日もいつもの行きますご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。マグロから行きたいと思います。1切れ目、見てください、この厚みのあるマグロ。では厚みたっぷりの生マグロいきます。皆さんご存知ですか、夏1日は牛乳の日、うん、お元気にする近畿生乳飯麺。めちゃめちゃ新鮮です。いや、美味しい。二口目いきます。ロードショー、あ、醤油が。ちょっと醤油つけすぎましたね。口の中でとろけるとはこのことですね。なんと大葉の裏に海藻が隠れてました。こちらもね、いただいていきますよ。海藻にも味がついてるかのような美味しさですね。ちょっとわかめの気持ちになってみました。マグロ贅沢包み、夏バテ防止にもおすすめの一杯です。あー、ちょっと飲んでみたい、飲んでみたいですね。夏目が、はい、マリゴトバナナときな粉のミルクスムージー。あ、これいいわ。これがバナナとミルクの黄金コンビに相性抜群の、さっぱりで美味しい。大葉の味が効いてますね。いやー、ちょっと今日チューハイにしたんですけど、生マグロが美味しすぎてビールにすればよかったかもしれないです。次は長芋鉄板焼き、まずはこのままいただきます。カツオたっぷりの長芋いただきます。長芋シャキシャキです。これは美味しい。ただやっぱり醤油がいる。では長芋醤油がけでいただきます。長芋が甘い。ちょっと辛いのもかけてみたいと思います。
長芋の辛いバージョンいきます。果たしてレイランナーにはこれが辛いんでしょうか。この辛さが効いててめっちゃ美味しいですね、うん、これは家でも作ってみよう、うん、ああもう最後になっちゃいました。あっという間です。はい、紹介しますね。6年くらい前にスーパーフライのライブに初めて参戦し、曲名が魂レボリューションでした。いやめちゃくちゃ美味しくて大満足です。よりみつさんではテレビの取材もお断りされてらっしゃることも多いそうで、今回撮影許可をいただけたことに本当に感謝しております。ありがとうございます。じゃあ足立ちラスト。ヘルシーですよね。きな粉が思ったよりもこう邪魔になってないというか、ちょっと口の中マットな感じになるかな。ごちそうさまでした。はい、完食しました。本日は大阪東三国の駅から徒歩すぐの場所にある寄り道さんに行ってきました。お会計930円でした。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しいあてがたくさんあって、そして普段なかなか撮影許可の下りないお店で撮らせていただくことができて感謝しております。ありがとうございます。ぜひ皆様も大阪東三国にお越しの際は寄り道さんに寄り道してみてください。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。